よく聞いてくれ。ついに CIA 長官からバーチャスミッションの許可が出た。我々フォックス部隊の存在意義をかけたバーチャスミッションだ。これが成功すれば正式に部隊として編成される。忠誠を誓う儀式みたいなもんだな。気を抜くんじゃない、あくまでも実戦だ。分かってる。で、その記念すべきミッションの内容は？シャゴホッドの開発状況の調査、破壊、そしてザボスの抹殺。ザボスの抹殺。スネーク、やるしかないんだ。分かるな、彼女は敵だ。敵？10年も一緒にいたザボスが敵だと？待っていたわ、スネーク。ずっとあなたの誕生、成長、そして今日の決着を。よし。どうしてなんだ？どうして？世界を一つにするためよ。かつて世界は一つだった。だが大戦の終結とともに世界は分散した。コブラ部隊もバラバラになった。共に訓練し共に戦った仲間、私はお前を育てた。お前を愛し、武器を与え、技術を教え、知恵を授けた。もう私から与えるものは何もない。どちらかが死に、どちらかが生きる。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。お互いの忠を尽くせ。さあ、来い。ボスは二人もいらない。蛇は一人で。